丸々がひどすぎてマジクソだった。読売ジャイアンツのエースとして大活躍の菅野智之選手とモデル女優の野崎萌香さんですが、交際しており結婚間近とも言われていましたが破局しました。お似合いの2人だと思いましたが、どうして破局したのでしょうか。今回は2人の破局理由を詳しくご紹介していきましょう。菅野智之と野崎萌香の破局理由1、結婚への価値観の違い。読売ジャイアンツのエースといえば菅野智之さんですが、メジャーへ行かず今もジャイアンツで頑張っていますよね。そんな菅野さんの交際相手といえばモデル女優として活躍している野崎萌香さんです。2019年10月に週刊ポストにスクープされ、注目されていましたが1年半の交際で破局したと伝えられました。スクープされた時にはツーショットをバッチリ撮られていて、お似合いの2人に見えましたけどね。さて、そんな2人の破局理由ですが、お互いの価値観の違いと言われています。まあ価値観の違いっていうのはどんな人たちにもあることなので難しいですけどね。価値観が一致する夫婦だってそんなにはいないと思います。ただ菅野さんと野崎さんの場合は、菅野さんがメジャー挑戦でアメリカに行くときに一緒についてきてほしいと思っていたようですが、野崎さんはそれに対して即答できなかったということ、つまり一緒に海外へ行くつもりがなかったということですよね。菅野さんは自分についてきてくれると信じており、結婚も視野に入れていたようですが、野崎さんはお嫁さんになることよりも仕事を優先したということでしょう。2人は話し合いを続けたそうですが、話し合いの中で2人の価値観の違いがはっきりと分かって破局したということですね。別れは野崎さんの方からということでした。野崎さんも人気のモデルですから、仕事を手放すことは難しかったのかもしれませんね。菅野智之と野崎萌香の破局理由に、野崎萌香さんの性格の悪さ、こちらは噂でしかありませんので真相は分かりませんが、野崎萌香さんは性格が悪いというかわがままだという話もあります。実は2018年に日本で行われていた人気歌手ブルーノ・マーズさんのライブで、最前列にいた野崎さんが勝手に動画撮影を行ってブチギレされるというトラブルがありました。この時には野崎さんの行動がネットで炎上していましたが、その時の対応もあり、あまり性格が良いとは思われていないようですね。実際は分かりませんが、美人の女性は大体性格が悪いとか冷たいとか言われがちではあります。女性の嫉妬みたいなものもあるかもしれませんが、ちょっとかわいそうな一面もありますよね。他にも野球選手のお嫁さんって旦那さんのことを思って献身的にサポートするイメージがありますが、それができなかったのではないかという噂もあります。性格が悪いというよりも性格の不一致というのもあったのかもしれませんよね。菅野さんは野球選手の嫁としてサポートしてほしかったけど、野崎さんは自分一番っていう考え方だったのかもしれません。そう考えると結婚してもうまくいかなかった気がするので、結婚する前に破局してよかったとも言えますね。菅野智之と野崎萌香の破局理由3、野崎萌香が玉の輿を言われるのを嫌がった。菅野智之さんといえば現在年俸8億というめちゃくちゃお金持ちの選手になります。結局メジャーに移籍はしませんでしたが、ジャイアンツに残留し巨額のお金を手にしたって感じですね。また成績も抜群ですが、今後もジャイアンツにとっては必要な選手ですし、コーチや何かしらの仕事はあるでしょう。もしかすると解説者とかそういった道に進むのかもしれませんが、いずれにせよ将来も安泰だと思います。何を言いたいかというと、菅野さんと結婚すると玉の輿になるよってことなんですが、野崎さんはそれが嫌だったという噂もあります。普通に考えるとプロ野球選手と結婚するって女性にとって素晴らしいことのような気がしますが、野崎さんは実はお嬢様ということでセレブらしいです。つまり菅野さんと結婚しなくてもセレブでいい生活を送っているのに、玉の輿婚とか言われるのがとても嫌だということのようですね。だから破局したっていうのもおかしな理由ですが、それだけ自分に自信があるということなのでしょう。旦那に頼らなくても生きていけるっていうことでプライドが高いなっていうのもわかりますけどね。菅野智之と野崎萌香の破局理由4、野崎萌香が野球選手の嫁になるのは難しかった。先ほども書きましたが、菅野さんは結婚するつもりでメジャーにも一緒に行こうという気持ちだったということです。つまり結婚間近と言ってもおかしくありませんよね。
しかし実際は結婚よりも今の自分の仕事を優先したということです。つまり野球選手のお嫁さんになるのは難しかったと言えますよね。野球選手のお嫁さんはとても大変だと思います。プロ野球選手ってほぼほぼ家にいませんからね。遠征だってありますし、キャンプだってありますし、試合はほぼ毎日あるわけで、家にいる時間はすごく短いでしょう。その旦那がいない間、家庭を守るのがプロ野球選手のお嫁さんの役割だと思います。それを野崎萌香さんができるのか、自分の仕事が大事でモデルや女優として活躍しているのを捨てることができるのか、そう考えるとそれはとても難しいことなのでしょうね。またプロ野球選手のお嫁さんって一歩下がって旦那のサポートをするっていうイメージもありますが、野崎さんにはそういったイメージがありません。自己中心的なイメージもありますし、自己アピールもすごいですよね。そういったことを考えても菅野さんと破局したのも仕方ない気がします。菅野智之と野崎萌香の破局理由5、菅野智之がメジャーに行かなかったから。これは推測ですが、もしかすると野崎萌香さんはメジャー選手の嫁っていうのを狙っていたのかもしれません。しかし菅野さんはメジャー移籍できず、ジャイアンツに残留しましたよね。メジャーに行って大活躍すれば、それこそ今以上のステータスを得られたと思いますし、海外セレブとして扱われていた可能性もあります。それがダメになったので破局したという理由も考えられるのかなと思います。でもこの理由だと、菅野選手じゃなくてメジャーで活躍できる選手なら誰でもよかったっていう感じになっちゃいますけどね。まとめ、菅野智之さんと野崎萌香さんの破局理由についてご紹介しました。真相は2人にしかわからないと思いますが、いろいろな理由があって破局したのだと思います。菅野さんのファンからは別れてよかったという声が非常に多かったですけどね。アスリートの妻としては無理とか、菅野には似合わないとか散々言われていました。もしかしてそういった周りの声もあって菅野さんの気持ちが冷めたっていう理由もあったのかもしれませんね。お互い本当に好きで結婚したかったのなら、周りの声も気にせず結婚していたでしょう。また本当に好きだったのなら、メジャー移籍が決まったのなら、仕事を辞めてついていくっていう気持ちがあるのも普通だと思いますけどね。お互いの気持ちが一致しなかったからこそ破局したのだと思います。結婚はタイミングって言いますし、2人の考えがすれ違ったからこその破局でしょう。お二人ともまだ結婚されていませんが、素敵な相手を見つけてほしいですね。最後までご覧いただきありがとうございました。